皆さんどうも、今回は J1 第10節の柏レイソル対サガン鳥栖についてを考えていこうと思います。で、今回主に考えていくことが、サガン鳥栖の距離の取り方についてを少し考えていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。で、この試合、まず触れていきたいのは、柏レイソルの守備についてをまずは触れていこうと思います。で、柏レイソルは基本的にこの細谷選手、宇野木選手、サビオ選手、シーハシ選手、豊島選手、ここの3-2-3のブロックを、うまく使いながら、このブロックで迎えていきながら、外回りにしたところで、ここでボールを回収していくよっていうのが、主な戦い方なんですけど、ここの、サガン鳥栖は、この細谷選手、宇野木選手、サビオ選手、シーハシ選手、豊島選手、ここの5枚のところで穴を開けるために、小野選手をセンタートップで起用したんだと思います。で、なんでこれがうまくいったかっていうと、この小野選手が、この3センターバックとの距離の作り方って、っていうのがかなり上手だったので、で、プラスヘルプのタイミングがかなり上手だったので、うまく穴を開けることができたんじゃないかなと思いました。で、そこの距離の作り方っていうのはかなり目立っていました。じゃあどうやってそこの、この小野選手がうまく距離を作りながら、そこにパスを打ち込んでいたのかっていうことについてを考えていこうと思うんですけど、基本的に、柏レイソルはかなりコンパクトな形で戦うので、ここの背後のスペースっていうのはめちゃめちゃ大きく、残っています。それはサガン鳥栖も一緒なんですけど、柏レイソルは一発で背後を狙っていくことを主に考えながら戦っていたと思うんですけど、サガン鳥栖は一つ手前を使ってからの背後っていうのを考えていた印象です。だから、飯野選手だったり岩崎選手、いわゆるウィングバックの選手がめちゃめちゃ高い位置を取るのはいつものことなんですけど、こういう動き、縦の動きだけじゃなくて、斜めの動きっていうのもこの試合は若干いつもより多かったんじゃないかなと思いました。じゃあ、そこの、距離をどうやって取って、この小野選手を使っていたか、手前を使うための準備をしていたかっていうと、まず、ここの細谷選手、サビオ選手、宇野木選手、ファンソッコ選手、ジェーゴ選手、田代選手に向かっていきながらっていうのを考えていたんですけど、それに対して、サガン鳥栖は、福田選手、もしくは小泉選手が、細谷選手の、脇、もっと言うと、バックライン、手前に、斜め手前に降りていくことで、ファンソッコ選手とジェーゴ選手をかなり押し出した形を作るようになっていました。だから、4枚の形になるような、なるようになっていたんですけど、こうすることで何が良かったかっていうと、ジェーゴ選手、ファンソッコ選手が、このセカンドトップと、一つ距離を作ることができていたっていうのがかなり良かったんじゃないかなと思いました。で、さらに、ここの細谷選手に対して2対1を作り出すことができるのもかなり良かったと思います。だから、もっと言うと、ここの4枚に対して3枚なんで、この数的優位をうまく利用しながら、サガン鳥栖は前進をしていくんですけど、その時に、例えば細谷選手がここまで出てきた時、福田選手が不利になるので、ここで持ち出すことっていうのがかなりできるようになっていました。ここの持ち出した時に何が起こるかっていうと、小泉選手は椎橋選手が、意識しているので、持ち出した時に豊島選手が割と出てくることが多くなっていました。で、この時に、堀米選手だったり本田選手がこのセンターハーフの背後に立つことがをうまく使っていました。で、さらに、ファンソッコ選手の、のこの内側のワンツーっていうのもかなり多かったですし、ここの堀米選手がここの豊島選手と古賀選手
のここの距離をうまく使いながらここでピックアップしていくよっていうのも、かなり多く見られた現象ですし、ファンソッコ選手、まあ、例えば福田選手が持ち出した時に宇野木選手が来ればファンソッコ選手がボールを持つことができるので、まあ、ここのセンターハーフの脇のスペースですね。ここのスペースにうまく斜めに打ち込むこと、まあ、もしくはファンソッコ選手が、持ち出していくことっていうのも考えていた印象です。で、さらに、ここの小泉選手、堀米選手、本田選手、小野選手っていう、ここの2枚に対しては4枚っていうのがかなりうまくはまっていた印象でした。まあ、だから、この選手が下がってくれば、まあ、ここの門を利用して、うまくピックアップすることができますし、めちゃめちゃ、で、そこの降りるタイミングが上手いので、ここの、センターバックとの距離の取り方を、距離の取り方がかなり上手いので、ここでピックアップすることができて、まあ、例えばセンターバックが出てくれば、こういう斜めの動きで、背後をついていくこともできていましたし、まあ、めちゃめちゃ良かったんじゃないかなと思いました。その中でかなり目立っていたのがこの本田選手と堀米選手の、まあ、ポジションですね。まあだんだん細谷選手だったりサビオ選手、宇野木選手が、プレッシングに出れなくなっていくんですけど、それはまあ福田選手って小泉選手が、持ち出すことができるようになっていたからなんですけど、まあ、そこで何が起こっていたかっていうと、そうすると、福田選手は降りてこずに、まあ、ここの中央で細谷選手の周りで周辺で、ボールを受けることを行うようになります。でそうしていく中でもちろん降りてこないので、ファンソッコ選手とジエゴ選手が押し出された状態ではなくて、宇野木選手とサビオ選手と、まあ、うまく縦で、距離を作りながらボールをピックアップすることを行います。でその中で何が起こっていたかっていうと、次は堀米選手が、まあ、こっちまで流れてくることで、まあ、この豊島選手とのここの距離を作りつつここでボールをピックアップするよっていうのがいうプレーがかなり多くなっていました。まあ、その中で古賀選手との距離の作り方もかなり上手かったですし、ここでボールをピックアップした時に福田選手がここまで入ってくることで、まあ、宇野木選手が、まあ、下がってくると、まあ、再びファンソッコ選手でボールを持って持ち出した時に小野選手が降りてくればここでボールをピックアップすることができるよっていう風な、まあ、常に先手先手を考えながら、で、うまく距離を作りながら、ボールを前進することができていました。で、その中で早く攻撃を仕掛けていって、まあ、飯野選手だったり、岩崎選手が背後を使いながら、で、背後を使った時点で、全体が押し上がるので、その全体を押し上げといて、再び、セカンドボールを拾って、攻撃に移っていくよっていう風な形を作っていました。だから、いつものように、トライアングル、まあ、もしくはひし形を考えながら、変形しながら、前進していくんじゃなくて、今回はうまく距離を作りながら、相手を動かすんじゃなくて、自分たちが相手との距離を作りながら、うまくボールをピックアップして前進して、で、そこから先相手を動かしながら、攻撃を仕掛けていた印象です。まあ、その結果が4ゴール、4ゴールっていう、かなり、圧勝できた大きな要因になったんじゃないかなと僕は思いました。はい。まあ、めちゃめちゃ強度が高い中で、どうやって攻撃を仕掛けていくかっていうのが、かなりポイントだったと思うんですけど、まあ、サガン鳥栖は、うまく距離を作りながら、で、一発で背後じゃなくて、一度手前を挟むことで、背後を狙っていくよっていう風な形をとっていたので、それが、この試合はめちゃめちゃうまくハマったんじゃないかなと思いました。まあ、サガン鳥栖も、まあ、かなり走るチームですし、まあ、その中でかなり上位に食い込んできそうな、まあ、食い込むであろうチームだと思いますので、ぜひ皆さんもサガン鳥栖と試合を理解してみてはいかがでしょうか。はい、めちゃめちゃ距離の作り方がうまいので、まあ、そこを見るだけでも価値はあるかなと思いました。はい、めちゃめちゃ勉強になったなっていう試合でしたので、ぜひ皆さんも見返してみてください。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。